ったら前からは1番の吹沢がそこを警戒して突っ張っていくようです。吹沢幸太郎、後ろ3番の神山雄一郎を連れて別線を警戒してペースを握っていこうとしています。依然前は関東勢、一旦動いた7番の竹内ですが、再度後方からもう一度足を使ってきそうです。さあ打掌ライン2分線、1番の吹沢幸太郎がペースを握って、さあ7番竹内がどうしますか。竹内はまくりに構えたようです。竹内翼後方から残り1周切りました。さあ展開番手回り、3番神山雄一郎チャンスなんですけども、関東勢主導権、1番の吹沢幸太郎が逃げて番手3番は神山雄一郎、最終バックを通過、後ろからは7番の竹内がまくってくる。さあその番手で3番神山がここは牽制をするか、粘る1番の吹沢幸太郎、番手回り絶好のチャンスは3番の神山雄一郎、直線コース、さあ前はどうか、最後は追い込む3番の神山、捉えてゴール、通算900勝達成です。やりました。